シダーデベイリアはカーボベルデのサンティアゴ島にある都市で首都プライアから1 5キロメートルのところに位置している。都市名は古い都市の意味でカーボベルデクレオール語ではターンにシダギとも呼ばれる。2010年の人口は約1200人。この都市はカーボベルデ最古の居住地で首都だったこともあった。かつてはリベイラグランデと呼ばれていたが、 他の島にある同盟の都市との混同を避けるために、18世紀末に、現在の名称に変更された。地方自治体のリベーラ・グランデデ・サンティアゴの行政庁、所在地である。アフリカ北西岸の沖合にあり、市の中心部は熱帯地方で、最初のヨーロッパ人の入植地であった。緻密に計画された、当時の遺構の中には、王の城塞、2つの塔を持つ、教会、 16世紀の街の広場等、今もなお損壊を免れているものもある。今日のシダーデ・ベイリャは、大西洋における気候地であるとともに、クレオール文化の中心地にもなっている。1462年、アントニオ・ダノリによってこの街は、リベーラ・グランデと名付けられた。1466年、この拠点は、ギニア・ビサウやシエラ・レオネから、ブラジルやカリブ海地域へ奴隷を輸出する重要な、 貿易港となった。この結果、シガーデベイリアは、ポルトガル入植地の中で2番目に、豊かな都市になった。1497年、バスコダガマが訪れた。1498年、クリストファー・コロンブスが訪れた。1590年、市内を一望できる、レアルデ・サン・フィリペ要塞が建造された。その目的は、ポルトガルの植民地を、 イギリスやフランスの手から守ることにあった。1712年、フランスの海賊に襲撃された。1770年、プライアに首都が移された。シダーデ・ベイリアは、熱帯地域に初めて建設されたヨーロッパ入植地の姿を伝えるだけでなく、奴隷貿易の重要な拠点として、複数の大陸の歴史にとって重要な役割も果たしたことが評価され、2009年の 第33回世界遺産委員会でユネスコの世界遺産リストに登録された。カーボベルデでは初の世界遺産である。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。